Be ambitious, 我が友よ、冒険。はい、こんにちは、ブルーホースです。本日もね、バイオハザード4やっていきましょう。前回のパートでね、ようやくシカゴタイプライトを手に入れることができましたということでね、もうはしゃいでおります。Welcome. なんか一発一発の重みのあるロケットランチャーも自力で敵をバーンって吹っ飛ばすことができるのが楽しいけど、なんかね、例えば前回にさ、ベルデューと取れた右腕さんなんてさ、じわ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 一発一発打ち込みながらさ、ぶち殺すっていうの、なかなか快感だったなって思いますね。ということで、まあ、ここからはね、ちょっとね、基本的には武器をシカゴタイプライターを中心に、まあね、中途半端にじゃあ、シカゴタイプライター手に入れたから、この、実況終わりですっていうわけにもね、なかなかいかないと思うんで、とりあえず最後まで行こうと思うんで、多分ね、ロケランだったらサドラ一瞬でね、ボッコボコにできると思うんだけど、まあなんだろう、うん、シカゴタイプライターのみで挑んだらサドラが一体ね、どんな風になるのかっていうのは、まあ、ラウザーとかね、あの、ユウさんってあれって男なの？オカマなの？よくわかんないけどね、うん。まあこんな感じでね、どんどん進めて、とりあえず終われば、なんかゴールデンウィークキャンペーンの時に、一応ね、バイオハザード RE2 を買ったんで、もしかしたらやるかもです。うん。か、RE2 をやるか、その前に、バイオハザード6の、なんだっけ、あの、エンブレムを全部破壊して、フィギュアを皆さんと反応して終わるか。で、まあ、そのどっちかかやろうかなと思ってます。まあ、人気的には RE2 の方がいいのかもしれないけどね。でさ、とりあえずここボーン破壊しといて、ジジジジジ、これめっちゃ臭いんだよね。意外とこれを知らない人も多かったりするんだけど、まあね、もうこの時代だから今破壊をしてるでしょう。そこで破壊で、まあそれはいいや、それはいいとして、あとなんかさ、バイオ8のダウンロードコンテンツの情報って皆さんなんかご存知です？いつになったら新しいの発表されるのかなって思ってるんですけど、なかなかないよね。うん。だってもう1年以上経ってさ、これもう6月入ってきてるさ、ね、だいたいその、バイオ7のダウンロードコンテンツとか、あ、そうそう、それからさ、リバースすらもまだ何の情報も上がってないっていう。だからカプコンさんの中で何かね、トラブルが起こっているのか、それともちょっと優先順位が下がってしまっているのか分かんないけど、やっぱりね、賞を取るくらいのゲームだから、そこはまだ力入れてやった方が、ダウンロードコンテンツが出たタイミングで買ってやろうと思ってちょっと改めてやっぱりさ、チャンスなわけじゃん。だからもう甘い後ろの方もこれ、あ、進めない進めない、待って、お尻を取りたい、お尻、オカマを掘る。オカマ。よしよしよし。オカマゲッチ。あ、倒れない。ああ、意外とあれだね、体力あるな。ごめんなさい、なんか、皆さんうるさいかもしれないけど、まあまあ、そこはご愛嬌というか、おられれ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 。え、終わってない。あ、体力あるね。シカゴタイプライター一発10。あれ一体は何やってる？一体はあれか、普通の、なんだったっけ、こいつ。ベルトゥークじゃなくて、エルフィガンテだ、エルフィガンテ。なんだけどね。うん、まあ、いやいや。さて、最近さ、ちょっと、筋トレの話でまた恐縮なんだけどさ、なんか、うん、何急に、こいつ、喋ってる日付変わったみたいな感じでガラッと変わったけど、あのね、ちょっと一個悩んでることがあって、嫁さんが真剣になんかダイエットを始めるって言い始めて、ついに、まあ、その一緒にがっつり僕がやってるくらいの筋トレをやるかって言ったらそういうわけじゃないんだけど、うん、まあ、ちょっと職場復帰に向けて少しでも体重を落としておきたいって言って、まあ、半年、まあ、今からだったから3ヶ月、4ヶ月くらいかな。で、まあ、体重を3キロくらい落としたい。2キロから3キロくらい落としたいっていうので、まあ、一緒にね、毎日、軽くスクワットをやるっていうのをしたんですよ。で、僕今その早朝、うわっちゅってびっくりした。早朝の5時から、まあ、7時くらいまで、ま、あの週5くらいのペースで、まあ、ジムに通って、で、まあ、4分割法でやってるんですよ。足、腹、で、肩、背中、で、腕。まあ、これは2頭と3頭ね。で、胸っていう日でやってるんですけど、足の日がね、どうしてもやっぱり
足トレってちょっとその朝5時に行くんで、あの4時半くらいに起きて、そこから飯食って、ですぐに出かけてってなるんで、消化の時間がね、もうあの20分とか30分とかしかない中で行くんですよ。当たらない、当たらない、で、そんな中でね、スクワットをやったりすると、やっぱり、その、消化するための血流っていうのが胃に集まっているところから足に行っちゃうんで、酸欠の状態で、かつ、その、胃に血流を戻そう、血流を戻そうっていう働きが体で働いちゃうから、ものすごい吐き気が迫ってくるわけっすわ。うん、だから今日も、今日はちょっと足トレ、まあ毎日スクワットを嫁さんと一緒に20回とか30回とかやったりしてるんで、あんまり負荷かけるのもあれかなと思って、低重量高回数っていうのでやったんですよ。60キロか70キロだったかちょっと忘れたけど。で、まあ、20回を3セットとかやったんですけど、3セット目終わった時点で、なんかもうありとあらゆるものが出てきそうな感じになっちゃって、もうゲロ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 みたいな、なっちゃったんで、ちょっとこれ、家でスクワットを、その、夜とかにするようにシフトして、まあ、家、まあ、せいぜい家だと25キロくらいのバーベルしかないから、重さとしては軽くなっちゃうんだけど、その代わり、まあ、こう回数を行うことにして、ちょっとジムでやるっていうのは、まあ、時間を遅らせるか、もうバサッと切り替えてしまうかっていうのちょっと修正しないと、今日あまりにもちょっと気持ち悪すぎて、もうスクワットその3セットしかできなくて、普段なんか重さ変えながらトータルで10セットとかやったりするんですけど、もうそのままダウンして帰ってきちゃって、でかついつもなんか腹筋をやってるのに腹筋もできないって帰ってきちゃったっていう感じだったんで、だから皆さんもね、なんか腹筋じゃないや、スクワットやってなんか調子が悪いなって思ったら、食事を食べた直後にやってませんかっていうことをちょっと疑ってみてください。2時間1時間少なくとも1時間で、できれば2時間くらい、あ、ちょ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 、なんだなんだ、うん、くらい開けてからやらないと、その消化しきった状態でやっていかないと、やっぱどこに血流が集まっているのかっていうので、結構体調っていうのが変わってくるものらしいので、改めて調べてみて、すごいしっくりきたわ。なるほど、食ったばっかりだもんだって。まあ大体朝、鶏胸肉と、まあ炭水化物の代わり、ご飯とか食べる代わりにバナナと、あと、まあ本来はね、バルクアップだから大会とか出る人が直前に食うようなもんなのかもしれないですけど、まあ小さめのモナカ食べて、であと、そら豆、これもまあ植物性タンパク質だよね、取るっていうことで、まあ脂質はあんまりないものになるんですけど、食事的にはっていう感じで一応やったりはやってはいるんだけど、なかなかね。で、300から400ミリリットルくらいの水に EAA とプロテインと、それからカルニチンじゃなくて何だったっけ、あ、忘れた、あと忘れした、あ、なんか入れてます、あともう一個、うん、あれなんだっけな、忘れちゃったな、なんだ、カルニチンじゃなくて、あ、クレアチンだ、クレアチン、クレアチン入れて飲んでるって、そんな感じかな、でやってるというところですね。で、まあ、トレーニング中も EAAとカルニチン、あ、カルニチン、でカルニチンめっちゃ好きなの、カルニチンしかも名前は知ってるけど飲んだことないっていうね、クレアチン、クレアチンを飲んでるっていう感じですね。で、トレ終わった後に最後しばきで、とどめでプロテイン飲む、そんな感じかな、っていうところですね。はい、まあ、ちょっと筋トレの話ばっかりしちゃったんで、この動画のサムネは筋にでもしとこうかな。うん、筋肉の筋。そんな感じですね。はい。ということでですね、ちょっと最後整理だけ済ませて、一旦ね、このパートは終了とさせていただきたいと思います。ちょっとあまりにも短すぎて10分持たないっていう感じになっちゃったんで、とりあえず、なんだっけ、まあ、サラザールの王冠でも作ってね、終わりとさせていただけたらというふうに思います。ということでね、本日のパートね、非常に短いもので終わってしまいましたが、最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。次回は、またインディ・ジョーンズごっこするパートになると思いますので、ぜひお楽しみください。ということで、お疲れ様でした。さよなら。バイチャ。